怪物たちはジムに住んでいるのではありません。彼らは普通の生活を送っています。鍛えてる時以外はね。そんな映像を淡々とお送りするんですが、まずはジェイカトラです。うん、飛行機でカニ歩きじゃないと通れないってでかいね。こういう彼らは普通の大きさではないがゆえに結構障害になると思うんですよね。飛行機の中とかってトイレとかめっちゃ狭いじゃないですか。うん、そういう中でどうしてるんだろうなっていうのを思います。で、彼らが普通の格好をして歩いてるだけとか、まあ、普通のね仕事の格好をして歩いてるだけなのに人々に見られることがあるんですよね。で、彼らが普通に歩いてるだけの動画が海外で何百万再生とかされてるんですよ。すごいことですよね。これとか 見ればわかるんですけど、これって何の映像かっていうと、ロニー・コールマンっていう人間が歩いてるだけなんですよ。これがすごいって言われるんですよ。歩いてるだけでホワイトハウスのシェフね、この人は。で、これローリー・インクラーとかみんなに写真撮ってくださいとか言われてるんだけど、こういうことが起こるんですよね。うん、体一つあるだけで普通の人と変わらない格好をしてるのにで、うん、これとかブライアン・シャウだよね。ストロングマンですね。この人が飛行機に乗ると、まあ、彼身長超でかいから、まあ、こうなるんだろうけど、幅もありきでね、もう通れてないよね。荷物を置くところと置くところの間で正面に向けないってぐらいでかいんですよ。意味が分かんなくないですか実際この1メートルぐらい目の前にしたらどんぐらいでかいんだろうっていう、そういう動画ですね。うん、これとかね、彼俳優とかもやってるよね。うん、で、これはエディ・ホールとブライアン・シャウですね。で、彼らがタクシーに乗ってる動画、写真と、あとはマーカス・ルールが筋肉が一番のファッションじゃないですか。その上にまたファッションを重ねると彼ね、こうなるんですよ。かわいいかわいいって感じなんだけど、で、これね、走る手話と、あとはね、ジェイね、うん、インドとかどこだろうね、これ人々の通常の人類の前で脱ぐジェイと、また飛行機の別角度っていう感じですね。クレイク・ゴライアスもいるかな、ここに。で、これもね、普通の格好してて、って歩いてるだけなのに、若者みんな振り返るっていうのがね、うん、すごいですよね。ジェフ・サイブもこれあるよね。結構これ前話題、てか超人気の動画なんだけど、このね、本当に綺麗な体型のマッチョたちが、こうやってエレベーターを下っていくっていう。で、音楽に合わせて、ね、街の音楽に合わせても、筋肉は映えるんですよ。こうやってね、いろいろ、そういう動画です。うん、なんかね、一回普通の人が持てないじゃないですか。体って全員持ってるものであって、筋肉って全員持ってるんですけど、それを極めた人たちって日常生活でも普通の人とは違うんですよ。ただ一枚 T シャツ着てるだけでも普通の人と違うんですよ。だから言っちゃえば、要は背が超高い人みたいな見られ方で筋肉がある人も見られるんですよね。うん、注目の的ですよ。